ダメよ、あなたの出番は。ですが、もし町の人に被害が出たら。この程度ならあのバカでも対処できるわよ。もしできなかったら大笑いしてやるわ。もちろんよ、あなたのお披露目はもっと大きな、それなりの舞台でないとね。ジオ？いえ、歌巫女であるなら急いで向かうはずの場面なのかしら。ジオ、ジオ。そうね、向かわなくていい理由もいくらでもあるわね。というのは少し違うかしら。ジオ、これはもうダメかもしれないな。なんでそんな諦めちゃうようなこと言うの。素直な感想を言っただけだ。冗談抜きでまずいだろう。そうだけど、でも、あ、そうだ、私が歌ってみたらどうかな。歌ってどうするんだ。だって歌巫女の歌ならビープを消せるんだよ。歌巫女の歌ならな。私だって歌巫女になるために頑張ってるし、できなかったらそもそも歌巫女になれないし。他にできることもないし、好きにすればいいだろう。うん、行くよ。すごい声が出たな。緊張しちゃってちゃんと歌えない。お前の声が呼び出したのか。違うよ、私の歌そんなんじゃないよ。どうしよう。タクト君、どうするかな。見つけた。逃げ遅れてるバカがいるし。助かった。こんなクソビープ、一般人に手出してんじゃないわよ。クソ、あと何匹いんのよ。強い、かっこいい、さすが桃子ちゃん。あの人今クソって言ったか。ちょっと今の絶対オフレコよ。誰かに喋ったら承知しないからね。いきなり怒られた。お前本当にこれになりたいのか。まあとりあえず生きててよかったわ。すぐにこいつら片付けるからじっとしてなさいよ。無理は禁物よ。もうすぐあの二人も到着するし、まずは一般人を連れて避難を。冗談でしょ。ビープを前にしてこの私に逃げろっての。変な意地を張らないで。もう限界でしょ、体力的にも能力的にも。しつこい。全然限界なんかじゃないってば。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。お前が怒られてるわけじゃないだろ。だってすごく怖いから。なんとなく。タナ君、誰の何が限界だってのよ。この程度のビープならまだまだ。仕事とはいえ面倒くさいわね。
まだ消えてないぞ。これから歌って消すんだよ。うわー、こんな間近でももかちゃんの歌が聞けるなんて。あとはこいつ除去するだけ。その人を連れて逃げろ、早く。あんた、何を言って。そうだね、とにかく逃げなきゃ。タクト君も少しでも時間が稼げればいいんだけどな。ほら、行け。行け、早く。このうわっ！
この私が一般人に助けられるなんて。ダクト君、こっちだけは必死でも。あんた今のうちに。ガー、ダクト君、ボサッとしてる時間はないわよ。早く。反応が消えたみたいだけど、あなたがやったの？かっこ悪い。一般人のガキ二人に助けられちゃったわ。え？どういうこと？こいつもそうなのね。はあ、潮時かな。なんだ今の。ここは、ようやく起きたの。誰だ。はあ、まさかこの町で暮らしてて私のこと知らないとか言わないわよね。悪い、やっぱり知らないんだが。はあ、本気で知らないわけ？歌巫女であるこの私を。ねえ、歌巫女。そう言われれば。すみません、いつもと違う格好だからわからなくて。知らないわ。あんた、私のファン全員を敵に回したわよ。それにしてもラフというかだらしない格好してるな。まったく、二人してぶっ倒れてんのをわざわざ運んでやったのに置いてくればよかったわ。二人して。そうか、俺確か。じゃあ乙葉もそこにいいんでしょ。おお、いたのか。ありがとうございます。
か全然まともみたいね。あんたなんともないの？ええ、特に少しフラッとするくらいかな。そう。ならそっちのもいい加減叩き起こしてくんない？あんたよりひどいってことはないでしょうし。はあ。おい、音羽、起きろって、ほら。大あくびしてんじゃないわよ。さて、起きて早々だけど、あんたにはいろいろ聞かなきゃいけないのよね。まずは、何そのありえないくらい間の抜けた顔。あ、もしかしてミープに頭やられた？こいつはいつもこんな感じですけど。あ、そう、一瞬焦ったわ。ちょっとあんたシャキッとしなさいよ。ニューニューじゃなくてちゃんと聞けっつーのこら。わけわかんない鳴き声出すな。いつまで寝ぼけてんのよ。やっぱ柄悪いなこの人。みーん、み、うわー、なに、嘘、ももかちゃん、なんでももかちゃんがいるの？これ夢？私まだ寝てるの？あれ、あ、そっか、夢なんだ。びっくりした。もう喜んで損しちゃったよ。ちょっとこいつ本当にいつもこうなの？それかなりヤバくない？こいつ大ファンなんです、あなたの。お、ああそういうこと。ま、この町の人間はみんなそうでしょうけど、悪い気はしない。どうせ夢だったら抱きついたりしちゃってもいいよね。わーい、ももかちゃん。あ、なに、いきなり話せ。ももかちゃん柔らかくない？硬いし筋張ってる。誰が筋張ってるだっか。うやー、どうやら夢じゃないみたいだぞ。まったく、冗談じゃないわ。まだピチピチ卵肌だっつうの。失礼極まりないわ。夢じゃないって。じゃあそういうことになるな。おお、本物なんだ。こいつは寝てても起きてても四六時中こんな感じなわけ？ここまでおかしいのは滅多にないですけど。あのごめんなさい、私わけわかんなくなっちゃってって。今でもわけわかんないんですけど、なんでなんでなんでももかちゃんが目の前にいるの？覚えてないのか。俺たちビープに囲まれて助けてもらっただろ。一応一応とは何よ。一応とはビープに囲まれて。ああ、うわ、だから急に大声出すんじゃないわよ。タクト君大丈夫だった？怪我してない？どこかおかしくなってない？ああ、俺はなんともない。本当に本当になんともない？本当だって、ほらこの通り。あんたの方こそ大丈夫なの？頭は大丈夫じゃなさそうだけど。え、なんで私？なんでって、あんたもぶっ倒れてたでしょうが。ん？よく覚えてない。気を失っちゃったのかな。あ、じゃあさ
その後に桃香ちゃんが来て助けてくれたの。うわー、見逃しちゃったよ。せっかく間近で活躍を見れるチャンスだったのに。とぼけてるようには見えないわね。ねえ、本当に覚えてないの？覚えても何も。あ、大事なことを思い出した。それよそれ、それについて聞かせてほしいんだけど。あの、サインもらってもいいですか？そうそう、サインは大事よね。で、色紙なんて持ってないし、どこにもらおう。そうだ、服に背中のとこに大きくお願いします。誰もサイン OK なんて言ってないんだけど。ダメなの？そこをなんとか。なんかすみません、いろいろと。なんかどっと疲れたわ。あー、もういいわ。この後のことはこれから来るやつが説明するから、私もいろいろ考え直さないと。んじゃ。え、ちょっと。あ、待って、サインがダメならせめて握手。だー、いい加減にしなさいよね、あんた。あ、怒られた。やめやめ、考え直すまでもないわ。あんたなんて絶対認めないんだから。めちゃくちゃ怒ってたな。私何かしちゃったかな。十分しただろ。あう、せっかく会えたのに怒らせちゃった。全然お話できなかったし。なあ、あの人のどこがいいんだ？口は悪いしやさぐれてる感じだったけど。そう、思ってたより気さくで親しみやすいって思ったけど。それはよく言い過ぎだろ。盛り上がってるとこ悪いけど、いいかしら。おはよう。あ、いつからそこに。桃香と入れ替わりで入ってきたんだけど。そうだったんですか。全然気がつかなかった。さて、まずは自己紹介ね。私はあゆみ、桃香のマネージャーってところかしら。よろしくね。はあ、俺はタクトです。あ、私は乙葉です。よろしくお願いします。うわー、さすが桃香ちゃんのマネージャーさん、すごい美人。社交辞令でも嬉しいわ。あら、なんだか警戒されてるかしら。そんなんじゃ、ちょっと緊張してるだけです。あれ、私マネージャーさんと会ったことないですよね。ええ、そうだけど、どうして？なんかどっかで声を聞いたことある気がして。気のせいかな。そうね、きっと気のせいね。さて、二人とももう歩いても平気？あ、はい、全然大丈夫です。俺も、まあ。そう、それじゃあ早速案内するわね。ついてきて。案内してくれるのか。さあな。これで一通りね。うわー、すごいね。歌巫女の事務所ってこんな風なんだね。事務所というより秘密基地みたいな感じだったな。何か質問とかあれば今のうちに聞いておくけれど。質問？あ、はいはい、はい。
な大きな声を出さなくても聞こえるわよ。何かしら？あの、どうして私たちに事務所の中を案内してくれたんですか？だな、こういうのって一般人にはあまり教えない方がいいんじゃないですか？え？桃香から聞いてないの？何をですか？うっす、もう終わったの？あ、桃香ちゃんだ！また会えた！あなた、何も説明してないの？何を？この子に歌巫女の仕事をしてもらうって話よ、あなたに代わって。え？はい。だって私まだ認めてないし。は？何言ってるのよ。ついさっきまでそろそろ身を引こうかしらって。そんなこと言ったっけ？録音してあるけど言い逃れできないように。いつの間に撮ったのよ。とにかく気が変わったの。そいつすっごいダメダメっぽい。